は第2部みんなの花火へと移らせていただきます。ここからは株式会社小松煙火工業の小松社長に解説をしていただき、皆様には花火をお楽しみいただきたいと思います。それでは小松社長、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。今日の打ち上げ花火を担当いたしております、秋田県大仙市の小松煙火工業です。私は代表の小松でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。まず第1部音楽と花火を楽しんでいただきました。今日は大変天気にも恵まれまして、少し、風向きとしましては皆さんの方に多少煙やら流れている状況にあるかもしれません。花火の色もしっかりと見えつつ、また煙も少し、そして久しぶりに皆さん、火薬の匂いも感じ取りていただいたんじゃないかなというふうに思います。この一部約10分間のですね、音楽と花火のコラボを楽しんでいただきましたが、この2部につきましては、花火がさまざまな種類があるということで皆さんにお伝えをしましてですね、どういう現象のものか、また、どういう名称なのかということをお伝えるレクチャー花火という、そういった場面で、ここは進行していきたいというふうに思います。花火にはたくさんのサイズそして種類があります。今日先ほど打ち上がった花火も相当数の色また形というものを打ち上げいたしました。日本の花火の原点はこれはもう江戸時代から、花火は打ち上げられたというふうな記録が残っております。最初に打ち上げられた花火は、硝石と硫黄と炭という黒色火薬で、成り立っている赤やら緑また青なんていうようなそういった色の輝きはなかったというふうに言われております。今打ち上げる花火はワビと言いましてですね、薄いオレンジ色の炭火色といったらいいんでしょうか、そういった花火であります。よく皆さん菊とかボタンというふうな、花火の名称を耳にしたことがあろうかと思います。この花火は菊と呼ばれる、放物線上に花火が開花したときに、その光が薄い線を帯びながら、開いていく花火、菊ワビをご覧いただきたいと思います。この花火は菊、ワビと呼ばれる花火です。硝石、硫黄、炭という3つの種類の材料を混ぜて作った花火です。この花火に、この色合いにですね、いよいよ明治になりますとさまざまな材料が、この日本にどんどん入ってきまして、花火業界もそういった材料を使いながら、いろんな色を開発をしていきます。このワビにですね、アルミニウムという素材を入れますと少し白い輝きを持ちながら、を引いていく花火というものがあります。銀波というような、これも菊型の花火です。最後には赤やら緑というような色が出てきますが、少しちらちらとこう銀色を引きながら開いていく銀波という菊型花火をまたご覧ください。銀色の尾が引いていく、これはまさにアルミニウムが燃えている現象ですね。これも菊型花火です。続きましてはボタンという種類です。この2種類の花火は、開花した後に少しこう尾を引きながら、色が出てくるという花火でありましたが、このボタンにつきましては開花と同時に赤、緑というね色がパッと出てきます。その色合いは点で形を構成しているようなそういった見え方をします。菊が線で表せるとするならば、ボタンというのは点で表せる花火であります。ボタン、赤とか緑の、現象もここでは飛び出てきます。ボタン花火をご覧ください。
最初の2つからしますと発光が随分明るくなったというような印象があろうかと思います。尾を引かずに点で表す花火ボタンです。続いてはステンドグラスというふうな表現をしています。これもボタン型の花火です。開いた瞬間にですね点で、形をなすわけでありますが、先ほどはあの赤とか緑単色で一発の花火が構成をされた、そういった色合いでしたが、この花火は複数の色を一発の花火に込めた、ステンドグラスが輝いているようなそういった、様子を、まあ、花火で表現したというふうな種類です。ボタンの中のステンドグラスをご覧ください。ボタンをそれぞれ2種類ずつ、ここまで打ち上げました。今打ち上げた花火は、直径が約9センチぐらいの原寸大のもの、直で、大体70、80メートルぐらい広がる花火になりました。これから打ち上げる花火はですね、さらに1サイズ大きい4号玉という種類の花火です。原寸大が約12センチぐらいのサイズ、直で打ち上がりますと約120メーターぐらいの広がりを持たせる花火です。次に打ち上げる花火は新入りというふうな種類の花火です。先ほどまで打ち上がった花火はですね、一つの、まあ、外輪をなす、まあ、一層の球といったらいいか円をなす花火になりました。この新と呼ばれる新入りという花火はですね、外装の中心にさらにもう一層球円を表す花火であります。ですので、上空で、開いた花火玉は二層の同心円を描く、そういった形の花火です。新入りという花火をご覧いただきましょう。新入りという花火でした。まあ、ボタン型の花火が違いますね。新入りボタンという種類があります。続いてはですね、この新入りという花火と先ほど打ち上がりましたボタン、そして銀菊という種類、いろいろ取り混ぜたもので、2層の同心円を描くと同時に、銀色の、まあ、葉っぱのような、まあ、八方咲きに配列をしておりますけれども、葉っぱのような銀の尾をなす花火、私どもでは雪あり草という表現をしております。ボタン、銀菊、そして芯というものをすべて組み合わせたようなそういった形の花火をご覧いただきましょう。雪あり草です。続きましては片物という種類の花火です。この花火は今まで打ち上がった花火はですね、日本花火は球体にさまざまな色合いの火薬を配列するわけでありますが、この球の中のある平面だけに色を発光する火薬を配列をしております。ですので方向によってはですね、線にしか見えないこともあります。この片物には、まあ、時にドラえもんの形、もしくはアルファベット、またニコニコマークだったり、猫だったり、カタカナ、ひらがなということも、この片物ということでは配列が可能であります。今日はニコニコマークスマイルを作ってみました。花火玉が回転をしていきますので、ちょうど皆さんの方向にこのニコちゃんマークが見えればいいんでしょうが、時に、一直線でしか見えないことがあります。確率は3分の1ですので、まず3発を打ち上げまして、一発でも出ればなというふうに思います。じゃあスマイルマークをご覧ください。
確率通りでしたね、3分の1と、まあ、数字は嘘をつかないようですね。このパート、単発打ち上げの最後は錦カムロギクという花火です。皆さんよく花火大会が一番盛り上がった、またフィナーレで使われる金色の、柳のような花火ですね。花火では金色を錦というような表現をよくします。カムロギク、漢字では冠の菊と書きます。大きなしだれ柳がこう下がってくるような、そういった花火を錦カムロギクと我々花火業界では称しています。このパートの最後は錦カムロギクをご覧いただきましょう。錦カムロギクでした。そして、レクチャー花火最後はですね、今打ち上げた花火をいろいろ取り混ぜた打ち上げ方式、スターマインというふうな、打ち上げをします。花火の打ち上げは一発一発をゆっくり見せる、まあ、単発打ち上げといったり早打ちというふうな表現を我々ではしますけれども、よく花火大会のプログラムにはスターマインというような表現のものも皆さん、目にすることがあろうかと思います。これは複数の花火玉を大小さまざま取り混ぜてですね、ある程度早いテンポで打ち上げる様をスターマインというふうに表現をしております。今日打ち上げるのはボタンですとか菊ですとか、そしてカムロギクも含めて、スターマイン、電波式の花火をこのパートの最後としてご覧いただきましょう。